マイナンバーカードを作るときってマイナポータルっていうのを開くことができるんですよ。これね、マイナポータルって何っていう話なんですが、利用規約のことです。このね、利用規約で細かい字で書いてあるんですけど、すっごい大事なことが書いてあるの。知らなかったら本当やばい話。なんて書いてあるか、第3条に、利用者は自己の責任と判断に基づき本システムを利用してデジタル庁に対しいかなる責任も負担させないものとしますって書いてある。何かあってもデジタル庁に対し責任はないって、自己責任よっていう話なのね。つまり国は一切の責任を負わないっていうことを言ってるわけですよ。で、さらに第23条ですよ。デジタル庁はシステムの利用および利用できないことにより利用者または第三者が被った損害について一切責任を負わないものとしますって書いてあるの。これってね、ひどい話ですよ。マイナンバーカード作ってね、なんか被害があっても、もう国は一切責任を取らないよ。でもマイナンバーカード作ってね、利用してねって。でも責任負わないのよ。でもう一つ、国家賠償法ってご存知？これ、もしも万が一マイナンバー制度で個人情報が漏れちゃう事故が発生した場合、被害者はね、デジタル庁や国を相手取って国家賠償法に基づく損害賠償請求の訴訟を起こすことが可能になるって話なんですよ。国家賠償法第1条、国または公共団体の公権力の行使にあたる公務員がその職務を行うことについて故意または過失によって違法に他人に損害を与えたときは国または公共団体がこれを賠償する責任があるって書いてある。否定してるのこれね。だからデジタル大臣がよ、ね、でマイナンバーカード作って、ね、被害が出ました、でも国は一切責任取らないよって、違法なわけ。国家賠償法にこれ違法だって、責任あるよって言ってるの、ね、デジタル大臣って誰でしたっけ、河野太郎でしょ。この人法律知らないのって、大臣なのに国家賠償責任あるよってちゃんと書いてあるのよ。なのにあのね、マイナバカのマイナポータル規約には国は一切責任取らないって書いてある。おかしいでしょって、じゃ訴訟を起こせますって。本当に知らないってことは本当怖い、騙されます。あなたたちね、一回契約してマイナンバーカード作ってなんかね、詐欺事件とかなんか巻き込まれて情報漏洩してね、犯罪に巻き込まれたとしても責任取れませんよって国民に勧めておいて、何かあっても知らないよって話、バカにするでしょ。これが国のやることですかって話なのよ。